モード気圧配置の移り変わりをご覧いただいているんですけれども、マリアナ諸島の南東の海上、マーシャル諸島のあたりから発生をしてきました、台風17号、ジェラワットの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線、徐々に徐々に成長発達を繰り返しながら、北西の方角へ進んだ後ですね、一番先に予報、11月14日、 この時にですね、西寄りへ進路を変えた台風17号の候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線。中心気圧は956ヘクトパスカル。フィリピンのルソン島と、それから台湾の中間にあります、バシー海峡の東の海上にまで駒を進める進路層が描かれております。 このトロピカルティビットの GFS モードで、まあ、ご覧をいただいたところではあるんですが、台風17号ジェラワットの候補となりそうな熱帯低気圧を圧線がですね、えー 北西の方角へ進んだ後、今度は西寄りへ進む新流層へ変わるというところです。徐々に徐々に成長発達をしてくるんですが、まあ、典型的な秋台風らしい西寄りの新流層ということで、おそらくこれは私の個人的な感想にはなるんですが、この後、方向転換をとですね、方向転換をして、北上して日本列島なし、沖縄地方へ向かってくる可能性というのは、 まあ低いいいんじゃないかなかというのが考えられます台風,台風速報の時間がやってまいりました。2023年、令和5年、これからの発生が予想される次の台風17号、ジェラワットの候補となりそうな卵、熱帯低気圧と、さらにその前進となる活発な対流活動を表す熱帯上乱の、 低圧部の発生予測とその後の進路予想に関する10月29日日曜日午前11時05分36秒現在の最新情報を速報でお伝えします。本格的な台風シーズンもいよいいよ終わりに近づいておりますが、日本の気象庁のみでなく、世界各国の気象機関による気象予報モデルの進路予想を徹底比較してお伝えします。今ご覧いただいておりますのは、ウィンディーの GFS モードなんですが、このようにですね、ちょっと朝からずっと調子がおかしくて反映されません。視聴者様からですね、コメント欄でご指摘があったようにですね、GFS モードが稼働しない状況になって おりますので、トロピカルテレットの GFS モードで今日は代用して参りたいと思います。日本列島がこの位置にあります。フィリピンビサヤ諸島の東の海上、マリアナ諸島から見ると西の海上のフィリピン海に中心気圧1000 10ヘクトパスカルの活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部が現れ始めております。 気圧配置の移り変わりをご覧いただいているんですけれども、マリアナ諸島の南東の海上、マーシャル諸島のあたりから発生をしてきました、台風17号、ジェラバットの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線、徐々に徐々に成長、発達を繰り返しながら、北西の方角へ進んだ後ですね、一番先に予報、11月14日。 この時にですね、西寄りへ進路を変えた台風17号の候補となりそうな熱帯低気圧の東圧線。中心気圧は956ヘクトパスカル。フィリピンのルソン島と、それから台湾の中間にあります、バシー海峡の東の海上にまで駒を進める進路層が描かれております。GFS モードの方はですね、えー、時間を置いて、 たんですがなかなか機能が回復しないということで続きまして世界最高クラスの予報制度をもつと言われるヨーロッパ中期天気予報センターの気象モデルをベースしますヨーロピアンセンター法ミディアムレンジウェザフォーキャスト ECMWF モードで気圧配置の移り変わりご覧いただきたいと思います一番先の予報 ECMWF モード11月7日火曜日の夜8時までご覧いただくことができます フィリピンミンナナオ島の東の海上のフィリピン海に中心気圧1007ヘクトパスカルの活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部が現れ始めております。これがですね、果たして台風17号へと成長発達するのかどうかというのは、現時点では断定的なことは申し上げられませんが、 少なくともですね、台風発生の兆候はない、非常に平成かつ穏やかなフィリピン海太平洋が展開されております。続きまして、ドイツ気象局ドイツアウェターティンズの気象モデルをベースとします。アイコンモードでもご覧をいただきたいと思います。 一番先の予報、5日間予報で11月3日金曜日の午前0時までご覧いただくことができます。この時にですね、台風は発生していないんですが、マリアナ諸島の南東の海上にですね、活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部が現れ始めております。 周辺の最大風速高いところでも毎秒9メートルという低い数値を指し示しておりますので、まだ台風の卵となるような熱帯低気圧にも発達していない最新情報となっております。3日の午前0時、この続きをですね、トロピカルテビットのアイコンモードで見ることができます。 予報日時、11月3日の 12AM と表記がなされておりますが、これは午前0時を指しております。日本列島から遠く離れたマリアナ諸島の南東の海上に、中心気圧1006ヘクトパスカルの活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部が現れております。 えこのあと続きをですね、えー、見ていきますと、この気圧配置の移り変わり、マリアナ諸島の南西の海上にあったあ活発な大流活動を表す熱、ね、帯上乱の低圧部、えー、さほど発達することなく、ですね、えー、1007ヘクトパスカルの状態で、えー、北西の方角へ駒を進める新流層が描かれております。 続きまして、米軍 JTWC、ジョイント台風ワーニングセンター、アメリカ海軍及び空軍が、ハワイにある新庄海軍基地に共同で設置した、アメリカ国防総省の気象機関による最新情報となります。衛星画像の1周タイム、発行時間が28日の1800ズールですから、えー、本日29日日曜日の午前3時時点の衛星画像ということになります。この点線の枠内が台風の監視領域であります、北西太平洋になるんですけれども、No Suspect Areas、ABPW、 えー、つまり、疑わしい領域はどこにもありませんよという表記が記されております。GTWC 熱帯警報、現在の北西太平洋北インド洋熱帯系、えー、現在熱帯低気圧の警報は出ていませんという説明書きが記されております。えー、日本の気象庁が発表しております台風情報、最新情報になります。現在台風情報は発表していませんと。 いう説明書きが記されておりますので、台風の卵となる熱帯低気圧も発生していないということにになります。台風速報、えー。それではまとめに入りましょう。GFS モードですね。えー、なんかずっと調子が悪くてですね、なかなか 動きがないようなんですけれども、まあ、先ほどですね、えー、こちら代用しましたあ、このトロピカルテビットの GFS モードで、まあ、ご覧をいただいたところではあるんですが、台風17号ジェラワットの候補となりそうな熱帯低気圧を圧線がですね、えー 北西の方角へ進んだ後、今度は西寄りへ進む新流層へ変わるというところです。徐々に徐々に成長発達をしてくるんですが、まあ、典型的な秋台風らしい西寄りの新流層ということで、おそらくこれは私の個人的な感想にはなるんですが、この後、方向転換を押すとですね、方向転換をして、北上して日本列島なし、沖縄地方へ向かってくる可能性というのは、 まあ低いんじゃないかなというのが考えられます。ということで、今後もですね、東台風速報チャンネルは、台風に関する正確な最新情報をいち早く、最速で、あなたのもとへお届けをいたします。もう台風シーズン、ほぼ終わりと考えてよろしいんじゃないかなと思いますが、これからですね、いよいよいいよ、冬に季節は移り変わっていくわけなんですけれども、 お、冬はですね、えー、降雪速報も順次視聴者様であるあなたのもとへ、えー、お届けをしてまいります。えー、台風及び、えー、降雪の動向が不安で心配で夜も眠れない方、えー、またそうでない方もぜひ、えー、チャンネル登録をしていただくことによって、えー、正確な最新情報をいち早く手に入れていただくことができるようになります。まさにこの、正確な最新情報をいち早く、 入手すること、これがですね、事前準備を万般にし、そして心の準備もできるようになるので、あなた自身の身、そして大切な人の身を台風及び降雪による災害から守る道しるべとなることでしょう。防災に最大限にお役立て、フルにご活用いただければと願ってやみません。私からは以上となります。